ドジャース WS チケット最安値12万円でも完売。ドジャースがワールドシリーズに進出した場合のチケットが17日日本時間18日に発売され、球団公式サイトは最安値が800ドル約12万円以上にもかかわらず数時間で完売した。チケットを売買する仲介業者のサイトでは価格が急騰、需要に応じて価格が変動するシステムで、第1戦の三塁側土軍ベンチ上の席は日本円で353万4290円で売り出されている。貧乏人お断り価格やん。逆22万のチケットはどこなのよ。外野の端あたり、テレビの前が一番の特等席だな。こりゃ外野ならワンチャンホームランボールで黒字になりそう。大谷 WS 初ホームランボールなら100万くらいにはなるやろ。日本でいうとこの1200円やろ。そらかんやろ。ヤンキースってジーターやエロットは現役なのか。大谷の優勝決定逆転さよなら満塁 HR っていくらや。思ったより大したことないね。ご視聴ありがとうございました。